日本文化チャンネル桜は、日本のテレビ番組制作、動画配信サイト運営会社。元衛生駅無利用放送事業者及び同社がかつて、スカパーにおいて、放送を行っていた専門チャンネルの名称。略称、通称は、チャンネル桜。2004年4月6日、田形武雄、水島荘、梅沢茂雄、高橋志郎、松浦し子が、 発起人となり、株式会社日本文化チャンネル桜を設立。同年8月15日午前6時よりスカパー CH767 にて開局。日本の伝統文化の復興と保持を目指し、日本人本来の心を取り戻すために設立されたとしており、概ね保守系テレビ番組制作プロダクションと位置づけられている。シャゼは、総合クッキーと、 経典愛人。2007年3月31日に経営難により、閉局するも、翌4月1日以降はスカパー。他チャンネル内の一部放送枠での放送に移行。同年5月22日に、動画配信サイト、ソ TV を開設し、インターネット上での配信も開始。2008年9月に、チャンネル桜2000人委員会を設立し、 支援者からの寄付を募る形での会社運営を開始する。2009年、YouTube とニコニコチャンネルに公式チャンネルを開設。セレクトショッピングソ TV で視聴できる番組を一部無料での配信を開始し、2017年4月時点では、国防、先森チャンネルにて配信している番組以外視聴が可能。2013年3月から、ニコニコチャンネルにて、 国防、先森チャンネルを開設。同年8月19日には、チャンネル桜沖縄支局を設立し、沖縄の政治や、政治運動等を取り上げ、ニコニコ生放送から生放送及び YouTube、ニコニコ動画で、アーカイブ放送されている。2014年10月25日からニコニコチャンネルにて、スカパー、と、同時刻。 同内容の放送を有料会員向けに開始され、2016年11月7日から、フレッシュ、バイ・サイバレージェントでも配信が開始された。しかし、2008年11月から復活させた、スカパーでのテレビ放送を、2017年11月30日の放送をもって終了し、インターネット配信のみの配信体系になった。 放送の開始時には、日照記が掲揚されている映像を背景に、国歌、君が世を流している。単独の放送局として24時間放送を行っていた時期は、桜公団劇場、桜詩吟の魂、桜寄せ、桜浪曲劇場、民謡日本の祭りといった、落語、詩吟、公団、浪曲、民謡など日本の文化や伝統芸能に関する、 内容の番組も放送していたこともあったが、他チャンネル内での一部放送枠への移行後は、オピニオン、討論番組を中心とする番組構成となっている。2012年8月1日より、電子書籍、今年の発行を開始。以降毎月発行されていたが、2014年2月以降、発行が途絶える。同年5月から不定期で復刊するとともに、 製本版としての発行も開始。製本版はビジネス社から発売。標語は日本を主語とした電子言論マガジン。氏名は佐藤一歳の五六、今年四六に由来する。最も復刊した電子版画も2016年1月の第五号を最後に刊行されていない。水島総が編集長を務め。 チャンネル桜キャスター陣による寄稿を中心に、西部進む、伊藤館、中野剛東谷明、藤井里志らも寄稿。2016年10月、沖縄の声、ヘリーパッド反対派を初起訴、加山理科のツイートが法に触れる、可能性ありと題する動画を制作。この中で出演者に、 香山理科のツイッターでの投稿について、医師法の違反が疑われて監査が入ったなどと、事実と異なる発言をさせ取り消しもしなかったことが、名誉毀損に当たるとして、香山に提訴される。賠償を命じられ控訴上告したが2020年12月3日、最高裁判所で敗訴が確定した。2006年5月1日から、ウェブサイトにて、オンデマンド放送を開始した後、 2007年5月22日からはオンデマンド放送をリニューアルした動画配信サイトソ TV を設立。料金は月額3150円。購入することで過去のチャンネル桜の番組がすべて閲覧できる。またチャンネル桜2000人委員会に入会することでも視聴ができる。名称の由来は総毛クッキの草。 その総合が集まり新しい価値を作り上げていく意味での、はじめ、英語の接続詞、相の、さて、それからと常に新しく展開していく意味での、そう、水島相の、相に由来する。思想国防内政人物思想マスメディアテレビ局では、NHK、テレビ朝日、TBS、富士テレビといった、在京民放キー局などの地上派テレビ、新聞では、 朝日新聞、毎日新聞、中日新聞、北海道新聞、日経新聞、沖縄タイムス、琉球新報などを、反日思考外国人 TV、マスメディアであるとし、それらが、封殺しているとみなした情報や議論を取り上げている。制作新集協国一部の日本のエジ氏や、国外のメディアにおいては、水島聡が監督を務める南京大。 虐殺否定論を扱った映画、南京の真実を取り上げるとともに、ライトイング、リビジョニストの放送局と位置づけられている。以下は一例。チャンネル桜及び社長の水島自身は、右翼、歴史修正主義者であることを否定しており、2015年2月に日本外国特派員協会で行われた朝日新聞を正す国民会議の会見では、 コンサバティブと形容されることについては肯定すると述べた。水島と会見に同席した加瀬秀明は外国記者に対して日本について全く無知でいい加減なことを触れ回っている。朝日新聞と同じようなイデオロギー色に満ちた報道しかしていないといった批判をし、日本の保守派を右翼歴史修正主義者という形で非難していることに対して残念であり、 怒りすら覚える、真実を伝えていただきたい。大変悲しんでいると述べた。ありがとうございます。